まあ、ナンパ自慢と本気でナンパ対決をしよう。ナンパ対決なんでガチンコでやってほしいなと思ってるんで。あ、そうです。ガチンコですか。じゃあガチンコの対策考えてきます。もちろんです。じゃあちょっと日程の調節とかまた後で。はい、やってまいりました。対決の日ですね。まあ本当にナンパ自慢が来たということで、まあネットのナンパ自慢、はい、はい、まあ本気でねナンパ対決をやっていきたいと思います、うん、なるほどね。これはもうなんか手加減とかないからね。まあもちろんもうガチガチよ。人と違ってまあやっぱナンパの面白いところっていうのは、まあ男のプライドのぶつかり合いというかみたいなところだと思ってるんでね。プライドかけた戦いですよ。それ格闘技ナンパもやろ。でもナンパをから格闘技もプライドをかけた戦い、まあ、負けれない戦いであるでしょ。どっちもね、あるからね。背負ってるものはあるからね。伝説のナンパ師で。そうそうそう。知らないけど、俺も最強ナンパ師で。そうそう。伝説対最強。すごいね。本当にそうだよね。ポケモンみたいやな。やっぱ界隈に。はいはいはい。伝説っぽく。うわ、道開けろと。うわ。いいことですね。なるほど。いろいろぶっ込んでくるから、そのつもり言ってないのに。まあもう本当に、ボクシングでも負け、もう負け続きなんで、さすがにちょっとそろそろ勝たないと。今日は試合でも勝負でも勝ってもらいたいんで、もちろんお願いしますよ。そうよ、俺のフィールドだからね。そう、お願いしますから。はい、やっていきます。行きましょう。じゃあ Just do it ということで、今回ナンパ対決、僕たちが、はい、実況させていただくことになっております。まあ久々のナンパ対決ですから、元気ジャパンやらせてもらっててね、まあ言ったらナンパ素人界最強と言われてますから、知識だけはあるんで、はい、座学だけはちゃんとね。そうですね、吉田くんですね。だからそういうこと、そういうことです。そういうことね。あ、そういうことで、もう一人の実況チャイさん、はい、実際チャイさんもでもナンパやってらっしゃいますんで、あのさっきも元気さんがちょっとナンパしてました、はいはいはい、まあ女性ナンパして女性ナンパ界最強な、はいはい、女。今日私たち二人が、そうですね、解説していただきますので、はい、あっちにお返ししましょう。ちょっと現場にいるので、あの現場にお返ししてもらいます。盛り上がりすぎてもあれなんで、はい、よく DM で来るんですけども、俺の方がお前よりナンパできるから来いよみたいな、これちょっと挑発的な DM が来るんで、まあこれちょっと企画にしたら面白いなと思ってやろうと思いました。今まで経験人数780人で、今のところ5年連続100人以上泣いてます。数をステータスにしてるのはダサいなと思いますね。まあなんかたくさん女の子を抱いてるとか、数があるのが悪いこととかは思わないけど、まあ自分で俺はこんだけ抱いてるぞすごいだろみたいな感じで自分で言うのは俺はダサいなと思います。 Twitter だと周りの即興ナンパ師の人たちがすごいざわついてて、バラエティ用の YouTube のナンパ師がなんぼのもんじゃいと、ガチな即興ナンパ師に勝てるわけがないとみんな思ってると思うんですよ。まあそこら辺のプライドもかけて私は戦います。まあ数で勝つのはもちろんなんですけど、全てにおいてまあ違いを見せつけるというか、ナンパ自体の違いを見せつけて圧倒して勝ちたいなと思ってます。即興ナンパ師が負けるわけないんで、もう絶対勝ちます。はい、ということでですね、今日は渋谷の、道玄坂のギリギリ根元って感じですかね、はい、そうですね。でまあまあお二人とも渋谷でナンパされることは少ないと思うんで、まあどっちにとってもあんまりいい場所ではないというか、はいはいはい、まあお互いに、まあ、条件は一緒だと思いますし、まあ体重差もそんなないでしょう。身長体重差言うな体重差言うな関係ないよ。時間制限30分、はい、はい、30分の間でどちらが多くの連絡先を交換できるか、はい、で連絡先は LINE に限らず電話番号、Instagram、まあ、交換手段を、うんうん、取れればそれでよしと。今回はこちらから申し込んでるということなので、元気が負けた場合はなめだるまさんに1万円。うわ、そうだそうでございます、はい、まあまあ30分でどちらが取れるか、シンプルな対決でございます。分かりました。なめだるまさん的にもないですか、確認したいこととか。そうですね、大丈夫ですね、はい、ないです。オッケーですか。もう自信満々ですから。もうお互いにプライドをかけた戦い、はい、じゃあもうスタートしますか、はい、さあ10秒前、3、2、1スタートです。カン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 。
さあ、さあ、お互いに左右のプライドをかけた戦い。大丈夫ですか、場所の確認は大丈夫ですか。メダルマさんは右サイド、元気さんは左ですね。元気さんが今止めてますね。ナルナさんも声かけました。止めましたよ、止めました。え、今春休み？いや、まだまだ春休みじゃない？ナメダルマさんも聞いたの、全然主演ではしないらしいんで。ナメダルマさんの主戦場は歌舞伎町って言ってましたね。歌舞伎なんや。歌舞伎町でゴミ拾いをしてると言ってらっしゃる。最低か。初めて来ました。最低か。ナンパでゴミ拾いっていうワード。ちょっと綺麗だなと思って声かけ。なんかまたいつか会えたら嬉しい。ライン教えてください。ダメ？なんで？会えなくなる。これで綺麗はちょっとないですよね。でもそれは信じてください。じゃあインスタどうですか？いいですか？エンサー教えてください。あ、来ました、一番下です。あ、一番下です。早くも早くも、ナメダルマさんちょっと焦ってるかもしれませんね。今回はね、選手一番下早い、一番下しました。なかなかじゃないですか、ああ始まって。あ、こっちに渡ってきました、ナメダルマ先生。ナメダルマさんが話しかけています。そこです、ピンクの髪の子の付けだ。 あ、でも結構話続いてますよ。同じ画角に、こういうこともありますから、このエリアが一気にナンパスポットになるっていうね。二人がナンパすることで、お、来ました、ナメダルマさん。これは一番戦いだ、これはいい戦い。まだ始まって4分経ってないですけど、しかもその両者一番下、これはすごいですよ、マジで。いい戦いです、名勝負の可能性あります。すいません、すいません、すいません、すいません。あ、しかし今映画見た帰りですか？今から見る、今から見る。こんにちは、どうも。あ、今日は買い物帰り？お姉さんたち綺麗だなと思ったんで、今度4人でカフェ行きません、マック行きませんか？すれ違います、今す違います。これ面白いですね。どっちも遅く、あ、どうもこんにちは、どうもこんにちは、どうも。あ、こんにちは。え、ぐで玉出してます、ぐで玉、ぐで玉、ナメダルマさんがぐで玉のぬいぐるみを出して女の子釣っています。なんか作戦がありますね、これは。これあのバッグに多分いろいろ詰まってます。なるほどね、なるほど。ナメダルマ4次元ポケット発動しました。うわ、ということでね、ということで、途中経過、まあ、10分15分ぐらい経過したのかな。そうですね、一番熱さしてましたよね。うん、まあ、まあ、そのいい試合でございます。なかなか見てない部分で交換してる可能性もあるので、はい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 、結果は分からないんですけれども、まあいいんじゃないですか。やっぱあの両者のスタイルがありますね。粘りのナメダルマと、あのなるほど、見切りの石川、はいはい、あ、怖いですね。ナメダルマさん負けです、多分。あー、いった、いってる、ナメダルマさん負けです、多分。おー、この声は元気なやつが聞こえてるんでね、と元気2枚抜きいけそうな感じがありますよ、これ。あー、来ました。何この、どっちかが決めたらどっちが決めるっていう、このうまいことになってるね。うわ、2枚抜き、もしかして、うわー、声がでかい。おー、ナメダルマ先生、もう走ってる、走ってる、走ってる。これはちょっと元気、やっぱね、格闘技で負けてますから、ナンパでは負けられないっていう思いが。まあ、最近負け続きでしたからね、そろそろ勝たなきゃって言ってましたね、LINE で確か。ここに人間の進化系みたいな人がいますね。人間の進化系、もう少し電話しながら街中でパソコン開いてリュック前持ってるから、人間の慣れの果て。でも清潔感のある人間、まだマシよ。お、ポチャ様、ポチャ様ってやつ、いわゆる、ね、で、もしよかったら友達になってほしいんで、 LINE 交換でもいいですか？ありがとうございます。おっと、これはいい戦いだぞ、マジで。いいですか、まあ、ありがとうございます。お、やばい、取れた、いいですか、ありがとうございます。そう、いける、粘り勝ち、やばい、お、あっちも、お互いに。ちなみに人間の未来はまだ作業をしております。広く、はい、人間さんの未来、あそこでカタカタ、 Wi-Fi もクソもない気がするんですけど、どうしてですかね。残る時間5分ちょい、5分ちょいですね。やばいね、もうない。こんな歯がいながら何もしてんのやべえな。もう本当にスポーツですね、これは。いや、いい戦いだと思いますよ。もうどっちがどっち何取ってるか今正直分かんなくなってるんで、さっさっさっさ、もう間もなくですよ。うわ、怖い、すいません、あの、すいません。さあさあさあ、ナメダルマさん作戦でね、最後に4枚抜きを決めるって言ってましたんで、そろそろ4枚抜きタイムに入るんじゃないですか。5分前ぐらいだったら4枚抜き始めるっていう作戦があるの。さあ、あと1分でございます。元気さん、一応あと1分、あ、まあ、伝えなくていいか。あ、いや、あと1分です。あと1分です、はい、すいません、すいません、すいません。あ、ちょっといい？10、9、8、7、
5、4、3、2、1、終了でございます。ということで疲れた。ちょっと僕らも追いながらも途中までは終えたけど、本当にどっちが何個番下してるか分からなかったんで、はい、分かりません結果は本当にまだ。はい、いいですか。はい、じゃあなめだるまさんからお願いしましょうかね。はい、私は2ラインゲットプラス1インスタです。おー、3番ゲー。はい、それじゃあ元気さんの結果次第でってことですね。そうだね。じゃあ俺はお願いします。3ライン3インスタです。おーダブルスコア6番ゲー、30分6番ゲー、2枚抜きもありましたしね、元気の場合。そうですね。うおー、なるほど。いやー、やらんけちょっと負けたくなかったっすね。3対7ダブルスコア以上、完全にもう自分を見失ってしまった。なるほど、やばい、やばいな。もう何をすれ、何話せばいいか分かんなかったもん。結構ガチで、めちゃくちゃ本当に悔しそうです。いい試合ですね。元気さんのナンパ対決に伝説のナンパ師が挑戦したい。おー、あのナンパに自信あります。感想として、いや悔しい。周りの速系ナンパ師の人たちがすごいざわついてて、まあそこら辺のプライドもかけて私は戦います。あ、でも自分では結構頑張れた方がいい。はい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 、実はなるほどね。そうね、最後に4枚抜き決まって今7、6になってた。まあ、ということでじゃあ今回30分番下勝負、勝者元気ということでおめでとうございます。あれ、勝者っていうか防衛、あ、そう、防衛ですね。そう、チャンピオン側ですから。だからあれですよ、それこそまた俺に勝てるって言ったらまた DM ください。おえおー、いいね。いいね、いいね、もしかしたら第2回あるかもしれないっていうことですね。いいですね、はい、かかってこいよと、ビビってねえで、はい、リングに来いよ。いやだということで、はい、どっかで聞いたことある。そんな感じです。終わってよろしいですかね。はい、はい、紹介です。ありがとうございます。おー、チャンネルチャンネル登録してほしいよ、欲しいよ。今度ではなく今今登録してほしいよ、欲しいよ。Have a nice day。 いいね、いいね。ないよ。ないよ、バリエーション。バリエーションないよ。